さあ、やってまいりましたクリムゾンパレス、今回もねその謎を紐解いてまいりましょう。一度ね退却して回復剤であるとかね、補給してまいりました。 H4 年のためね。で、また敵が出てきたのでこちら蹴散らして、今回もプレイしていくんですが、そうですね、間に合いましたらこのパートでクリムゾンパレスね全部捜索し終えたいですね。とりあえず屋上だけでもね、そのような感じで頑張ってやっていくんですが、そうですね、早速降りれる場所があるのでこちら探索していきましょう。前回とりあえずね一周回ることに成功したので、あとはあの中身をね埋めていくだけということなので、まあそんなに大変な作業ではないと思いますので、スムーズにねやっていけたらいいなと思います。ちょっと天敵の魔法使いが多い感じでね厄介なんですが、あーやったかな、よし。あとはまあアイテムをね回収しておきましょう。ミスリルであるとか、お金ですね。でこちらにも、アイテムがあると。はいはいはい。それお金なんですけども今680万ぐらいありましたね、さっき見たらね。まあそのぐらいあの余裕はできてるようなね感じなんですが、おまたこっからいろんなとこにつながってそうですね。先にこちらから行きましょうか。そしてここ来そうだね。あ、来るね。ただ先にアイテムはね、あ上にいるな。あ、メーベルさんの弓はこれ当たってるんだ。じゃあ、あいつ倒しちゃえばいいんだよね。あ、消えた。あ、出てきた。あと2発ぐらいですかね。やったかな。あ、まあ、もう1匹いるんだ。じゃあ、時間ないですね。で、悪魔いるんで、これ倒しましょう。よし。まあ、1匹であれば全然強くもなんともないですね。で、このでっけえ宝箱は、おわ、大量のお金ですね。これ回収しておきます。はい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 。何個あんだ、これ。すごいな。そして、書物かな、これ。あ、なんか出てきた。闇払う聖者が出てきましたね。あの、ファークリンの装備だと思われます。日記。アミちゃんの部屋に掃除をしに行った。アミちゃん、お片付けができないから、僕が時々お掃除してあげる。え、ちょっと待って、これ、ファークリンの家？今度、西の方のジオフォットって遺跡に行くことになったの。そんな遠くまで行くの初めてだし、心配。アミちゃん、変なモンスターにちょっかい出さないといいけど。今日は遠足でフィアガルム山の麓まで行った。でも途中でアミちゃんに連れ出されてひどい目に遭ったよ。100点のご褒美に新しい杖を買ってもらったよ。これでアミちゃんが怪我した時にいい回復魔法が使えるよ。アミちゃんがお城の外のサンドワームにちょっかいを出した。あの厄介でしたね、あれね。もう慣れたけどね。かば焼きが食べたいって、サンドワームはうなぎじゃないんだけど。アミちゃん、やっぱりおバカさんじゃないかな。なんか、説が有力になってきてるような気がするけど。今日、近所のいじめっ子にいじめられてるところをアミちゃんに助けてもらった。アミちゃんってとっても優しい子なんだよ。あ、これで終わりかな。あ、これ初ですね。なんか、順番ってよりかはランダムみたいですね、あの、内容。アミちゃんに頼まれて窓紹介に行ったら、アミちゃんすっかり忘れてたみたいで、どこ行ってたのよって怒られちゃった。忘れっぽいところ、なんとかならないかな。うん。これやりましたね。あ、アミちゃんがお城の探検に行くって言うから仕方なくついて行ったんだ。お城の中には怖い人がいっぱいいたけど、アミちゃんってば堂々と入っていくんだもん。死ぬかと思ったよ。大変ですね。お、アミちゃんが溶岩の池に落ちた。周りに誰もいなかったから、なんとか助け出して回復魔法をかけた。アミちゃんは覚えていないみたいだけど、無事でよかったよ。まあ、こんなもんかな。あ、これ初だ。この前のテストの成績、アミちゃんは90点だった。僕の成績を見せろって言われなくてよかった。見せたらアミちゃん怒るに決まってる。もパークに100点でしたからね。うん。隣の家のガラスを割ってお母さんに怒られた。割ったのは僕じゃないのに。アミちゃんと二人で新しく女王様になったリームシアン様の即位式を見に行った。アミちゃんってばすっかりメロメロになって、いつかラバースになるなんて言ってたよ。明日から夏休み、早めに宿題を終わらせよっと。いつアミちゃんに移してって言われてもいいようにね。これは読んだね。こんなもんかな。うん。あ、これ初だ。転んで膝をすりむいてアミちゃんに覚えたての回復魔法をかけてあげた。アミちゃんとっても喜んでくれたよ。来週はアミちゃんの誕生日だ。去年はほうきを作ってプレゼントしたんだけど、一度も使っているところを見たことないよ。わ、切ねえな。まあね、お家に多分飾ってあるんでしょう。大切なものだから、言うて。まあ、これぐらいかな。ちょっとこれランダムっていうのめんどくさいですね。あの、順番だったらよかったんだけど。
新しく来た学校の先生にアミちゃんメロメロ、相変わらず惚れっぽいなってことでね、ドゥーガさんの件もありましたもんね。今日は週に一度の闇魔法塾の日だ。先生に回復魔法を勉強してるって知られたら怒られるだろうな。あ、やっぱりその生と闇ってなると違う感じなんですね、分野的にもね。あの対立してるんでしょうかね。本を借りてきたの。人間は水も凍るところに住んでいるって書いてあったんだ。ちょっと信じられないな。ノースワルド帝国のことですかね。うん、だいぶ種類あるみたいなんですが、多分全部読んだんじゃないかな。うん、まあね、ほとんどのその日記というか、まあ、全部ですかね、アミちゃんが関わってること、関わってるということで、まあ、どれだけファークリンがね、アミちゃんのことを思ってるかっていう、ことですよね。おっと、でっけえな。まあ、サイズだけではね、どうにもならないことを教えてやりましょう。まあ、こいつらの攻撃であればガドポールさんも多分耐えられると思うので、まあ、そうですね、普通にご利用していきましょうか。で、こいつに攻撃通ってないですね、多分。なんで、まずね、周りにいる取り巻きからやりましょう。まあ、よりによってというか、例によってね、1回のラウンドで終わることはないので、まあ、2、3回来ると思います。あれ、ガドポールさん結構やられてんな。あの、でっかいのの攻撃はさすがに耐えれないって感じですからね。やられちった。ちょっと味方頼りないな。自分が強すぎるからそういうなっちゃってるんですかね。あ、メイベルさんレベル上がりました。まあ、メイベルさん回復やらなんやらでね、こう補助をメインとした感じで活躍されてれば、問題ないのでいいんですけど、ちょっとガードフォルさん攻めなので、やっぱり戦って、おちゃんと役に立ってるなっていうのを示してほしいっていう気はしないではないというか、気しかしないですね。あ、メイベルさんこれやられちゃうかもしれないな。大丈夫かな。なんとか僕に標的を向けて、やめろー、俺を狙え。よし、いい子だ。なんとかメイベルさんだけでも守る。よし、あとはまあ同じようにね、攻撃してれば多分いいと思うので、ちょっと時間かかりそうだな。加速装置、よし、やったぜ。そして、開きましたね。で、シリューさんの武器が手に入りましたが、ガダホルさんがまたお亡くなりになられたということで、これを攻撃するとどうなる。こうやってどんどん炎を灯していけばいいんですかね。そして、コアメタルを回収と。であればどうしましょうか。こちら行きますか。ちょっとじゃあ戻ろうか。ちょっとね、男の子一人、女の子一人でね、やっていくんですが、こっちは行き止まりだね。であれば、こっちからですかね。あれ、ダメだ、行けねえや。となると、じゃあここまでカット入れましょうか。こっち行きます。はい、ということで道のエリアにやってまいりました。捜索の方ね、進めてまいりましょう。ちょいちょい敵がいるみたいなので、先に、倒しますかね。で、まあ全部片付けてから、落ち着いた状況でね、アイテム探索であるとかをしていくというような流れで、やっていきましょうか。で、悪魔がいますね。まあただ、サクッとね、倒せると思います。ちょっとやっぱりガードフォールさんいないと火力がね、足りない感じですね。なんだろうな、体力ないのかな、ガドホールさん。これで、アイテムをね、探索していきましょう。やっぱりミスリルであるとかね、お金はいくらあっても損ないので、どんどんね、回収していきましょう。はい、はい、と。で、これで、よし。さ、どっちから行こうかな。ここ行き止まりか。ただミスリルがあるので、これ先にね、回収しておきましょう。はい。で、あとはまあ順番にね、調べていく感じですかね。まずはこちら。あ、下も続いてんのか。下も。おっと、閉じ込められたということは、まあね、敵が来るということですよね。ただこいつらはね、体力ないので、まあサクッとね、倒していきましょう。はい、はい、はい、と。くそ。どんどん出てくるのかな、これ。あれ、いや違う、そういうわけではない。下にいますね。どうしようか。とりあえずこっち行きますか。これで、まあ、多少繋がったような感じなんですが、まだね、行けるとこあるので、どんどん埋めてまいりましょう。ただ、その前に敵がいるので、先にね、全部、蹴散らしてからやっていきます。はい、はい、と。で、魔法使いですね。ちょっと、厄介だな。よし。よし、まあ、こんなもんか。それでですね、こちら。ここは、おーっと、まだ嫌がった。よし。まあ、こんなもんですかね。なんかほんとメイベルさんとのね、二人でこう進めているような感じになってますけど。まあ、やっぱり回復役いるのといないのとではね、だいぶ違うので。
はい、はいと。よし、まあこんなところか。この辺ちょっと微妙に繋がってないので繋げちゃいましょうか。おーっと、まだいいのか。手洗い歓迎だね。まあ、全部ね切り抜けていきましょう。おー、まだ来るか。こいつ動き早いんだよな。ただそれだけだけど。でこちらを、埋めましてと。おーっと、まだ来るか。はい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 と、まあ、サクッとねやっていきましょう。で、アイテムがあるのでね回収します。だいぶ回ったかな。どうしよう。こちらはいけないので、この辺りちょっと行きますか。カット入れます。はい、ということで、未知のエリアにやってまいりました。ここも調べてまいりましょう。やべ、罠か。でっかい青騎士ですね。さあ、メーベルさんと2人だけでやっていけるでしょうか。まあ頑張ってね進めてまいりましょう。はいはいと。というかガードポールさん寝すぎじゃねえか。そろそろ起きてほしいんだけどな。あ、やべ、メーベルさんが。くそ、ここで回復がなくなったらまずいので、なんとかね身を挺してでも守んないと。よし、はいと、まあ、この機会にね回復剤2個使って、ガードポールさん蘇らせる手もないではないんですけど、まあいけるとこまでねやっていきたい感じなので。青騎士は異常に硬いだけですね。加速装置、よし、やったぜ。でこちら開きましてと。少しずつですけど探索、確実に進んでますね。何箇所あるんだろう。全部火灯すと、お、これで入れるようになるのか。これどうなんですかね。入ったところによって、変わるとかっていうのはないのかな。どっからでもいいんですかね。ちょっとその辺がねわからないので、どうなんでしょうか。ちょっとじゃあここまで、加速装置。はい、ということなんですが、こっから一応入れないわけではないというか、入れますね。どうなんでしょう。こっから入るべきなのか、それとも他から行くべきなのか。で時間もね、さほどないんで、ちょっとだけ入ってみようか、じゃあ。あ、なるほど、繋がってんのか。で、ここでワープできるわけですね。であれば、マップだけでも埋めちゃいましょう。お、パワーと。栄翔技術のレベル3。まあ、魔法に関することっていうのはわかるんですが、ちょっと具体的な内容はわかんないですね。どういうのだったっけ。で、鍵。ジオサークル。あ、鍵ももう補給しないとないな。そういえば、忘れましたね。一回戻ったので補給できたんですけどね。こんなもんか。どうしよう。一回セーブしてから来ましょうかね。であれば、カット入れます。仲間もね、お亡くなりになってるのでね。一回じゃあ引きます。はい、ということで、クリムゾンパレスの3階にやってまいりました。多分これ、どんどんあれですね、地下深くに進んでいく形になるわけですね。で、地下、一番奥深くまで入ると、イベントか何かしらね、あると思うような感じでしょうかね。おぉ。なんだ、なんか地面から出てきたぞ。そして、こちら。うわ、広そうだな。なんだこれ。うわ、でっけえ蛇女。マジか。やっぱり石化使ってくんのか。厄介だな。どうしよう。先に周りのやつからやりますか。ガードフォールさん。マジかよ。なんか微妙だな、あの人。最近どうした。あ、メーベルさんもこれやられちゃうな、多分。はいはい、はいって。あとは、まあ、大体蛇女だけですかね。あ、まだ来んのか。これちょっと一人でこいつら相手はまずいでしょって。ちょっと。やばい、動けねえ。どけ。ただ2、3発でこいつは蹴散らそうと思えば蹴散らせるんですよね。ちょっと回復使いますか。時間も危ういのでね。ちょっとみんなで戦おう。狙いをね、やっぱり自分一人だけだとちょっとやりづらいのでね。分散させないで相手の攻撃を。あー、もう石化うぜえ。くそ。こいつさえ倒せばね、他のヘビ女は大したことないんですけど、石化だけが厄介なんですよね。いてててててて。まあ時間も迷えるのでね、回復ワイルドに使っていきましょう。あ、くっそ。ダメだな、やっぱり石化の攻撃を一回かわしてからやった方がいいですね、これ。これかわしてぶった切ると。よし。わかれば楽なんですけどね。あ、やべ、またか。くっそ。ちょっと助けて動けない。まあ親玉をね、さっさとやるって言ってもなくはないんですけどね。よし。ちょ、石化の耐性もっといいのないのかな。
ちょっとね、時間かかりすぎるのでめんどくさいんですよね。あ、またやられた。よし、あ、なんか変な体勢、寝転がるような体勢取ったらあれ石化飛ばしてくるんですよね。なんでこの体勢取ったらもう離れないとダメですね。で、攻略完了と。で、鍵ジオサークル、うん、まあそうですね、もうこの短い時間で全てを埋めることは無理なので、まあ、あ、少しでもねやっていくっていうような感じでしょうかね。アイテム壊してと。敵いるな、どこだろう。ちょいちょいアイテムあるので、これまあ破壊していきましょう。ん、ここいけないのかな。あ、開くのか。おお、なんでこいつでっか、かってな。でも硬いだけかね。うん、どうかな。うん、多分そんなに強くはないと思いますので。加速装置、はい、ということで倒しましたら扉がねオープンしました。ただですね、もう時間がないんだよな、どうしよう。こっち行くだけ行ってみようか。あ、行けないのか。あれ、さっきでも開いてなかった、壊せるとか。いや違うな。うーん、ダメか。となると、こちらですよね、多分ね。うん、もうそろそうだね、そろそろじゃあ切りますかね。で、ここは開かないと。となると、まあ上しかないわけなんですが、うん、広場的などこに入ったら多分敵出てきちゃうので、まあ、なんかいいタイミングで、締めましょう。で、こいつら倒してて、よし。おお、ガドフォルさんレベルやった、上がったか。なんかちょいちょいお亡くなりになられてたので、全然ね、経験値入ってなかったような感じでしょうかね。ここ中入れるのかな？うん。おっと。そうですね、もうそれ気になるとこれタイミング失っちゃうな。よし、じゃあ、今回はここまでといたしましょうか。だって敵はね、倒しておこう。よし。で、まあこちらどんどんね、繋がる形になってるんですが、3階の探索はね、次回に持ち越しということでやってまいりましょうか。本日の収録はね、ここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。次回以降もね、どんどんクリムゾンパレス、探索やっていきますので、ぜひね、ご期待くださいませ。今回はね、この辺で失礼いたします。次のパートでまたお会いしましょう。その時までさよならです。バイ。